が変わるんやん、軸が。そうやな。今まで結構押し付けてたもんね。そうそう、協調性のある子供を育てるっていう感じで。そのシステム必要やから4月入学、何ていうの ?4 月入学とか、1年生とか2年生とか、新卒一括採用とか、そういうのがあるんやろ、うん、ついて。うん。そこが自動、そこの根本を崩せば全部ドワー崩れていくんじゃないの。そうやな。やっぱ国を変えるのは教育からやな。おぉ、教育を変えるのはなんだよ。まあ、教師という存在もでかい。教育学部。切り込むか。存在もでかいですよね。でも教育を変えるためには企業が変わらなあかんと思うけどな。なんか、教育ってさ、教育の最終ゴールが、なんか、いい会社に就職することがゴールみたいになってるやん、今の社会って。だから、いい会社、その人はいい学歴が必要で、そう。いいテストの点数。そう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 、そう。ただの暗記というか。そう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 。だから学校の今のシステムがピッとした。そうやん。うん、だから、でも企業がも変わらないと、教育が、ゴールをまず変えないと。でもなんか、結局、じゃあ、いい企業に入るのは何のためかってなるくない？まあね。お金やろ、お金。安定とか。何のために稼ぐのかってなるくない？そう。だからそこでベーシックインカム、ベーシックインカム。生きるため、生きるためやろ、もう、もはや。でもはや、自分が誰も仕事自体に魅力感じてへんやん。お金を稼ぐためとか、もう地位とか名誉とか安定のために、いい会社に入ってるやん。でもそこでベーシックインカムが導入されたら、月10万という最低、もうセーフティーネットがあるわけやから、それで、まあ、ある程度安心しきって、あとは自分のやりたい仕事をより見つけやすくなる環境にはなるやん。そうなったら、そのゴールがいい会社に入るっていうことだけじゃなくて、自分のやりたいことをちゃんと学生の時代にちゃんと吟味して見つけて、人にどう思われてもいいかやりたいことをやるっていうのがゴールになるし、自分の幸せになると思うやん。で、そういうふうに変わっていくべきやと思うし、そのための手段としてベーシックインカムはまた有効やと思うけどな。はい。どれについて喋ったらいいやろな。そうだね。全部繋がってるでしょ。まあ、繋がってるな。いや、沈んでいった。僕はほんまに教育は変えてほしい。教育を変えるためには何を変えたらいいの、まず。政治。政治。え政治家を変えるために教育は変えなあかんけど、教育を変えるために政治家を変えなあかん。だからこんな動かなくなっちゃう。無理やん。そうだ。だから、どっちかをまずぶっ壊したら、もう。そうやろな。無理やりな、力が必要なのな。まあ、9月入学の話せへん。そうやな。そうやね。あ、じゃあ、僕たち、まあ、いわゆる4月入学世代じゃないですか。4月入学で、いや、デメリットというか、デメリットとメリットありました。なんか振り返ってみて、なんか良かったな、みたいな。ない。桜が綺麗。ああ、そうかね。いや、まあ、いつでもいいよ、結局。そう、どうでもいいのよ。僕らは留学とか行ってない派やから、別に不便やったとは思わへんよな。留学してる人にとったらやっぱ不便。そうや、らしいな。らしいで。で、留学してる人の割合ってそんな多いかって感じやね。日本国民の、この学生の割合。そういうのが嫌やから留学せえへんっていう人もいるんちゃう。そういう手続きとか面倒やからせえへんっていう。で、増やしましょうっていう意味で、9月入学にしたいんじゃない？なるほどね。確かになんか就活とかギリギリやもんね。そう。入ってきた人って。そう、多分留学したいけどそういうのがネックになってて行けへん人もある程度いると思うけどな。じゃあ世界がさ、9月入学の理由は何なの？文化ちゃう。だから、もし世界がさ、9月入学変えてきたら、日本まだそれを追いかけて変えるってことになる。確かに。まあそうやな。コロナが収まらへんかったから9月入学をもうやめまして、もう4月入学にしますみたいな。で、まだ4月入学をグローバル基準に上げて日本は追いかけるんですかとかは、吉田さんどう思われます？あ、当てられた。いや、はず。だから、まあ9月入学にはメリットはあると思うんですけれども、で留学グローバル基準にもまあ対応しやすい。っていうのは、まあ、メリットとしては、認められると思うんですけれども、そこまで大きなメリットではないんじゃないかなっていう。なんかズームええわっていう話やろな。そうやな。
てか、おさわり次第始めましょう。とりあえず。うん。ほんまに学校のその半年にそんな価値があるのかがわからへん、僕には。大学に。僕はあると思うけどな。大学に行けてないとか言うけれども、オンラインだけで本読むだけやみたいに言ってるけども、なんか大学行ったとてやからな。やる気ない人はないな、確かに。ただ単に単位取りに行ってる人、そうそうそう、ほとんどやからな。やる気ある人もいるけども、うん、実際。何割かしかいいひんから。結局自分自体ない。でもほんまに本気で勉強したけど、入った人にとってはまあお金の無駄やわな。高い金払って、うん。今ね、欧米はなぜ9月始まりかって調べたらね、はい、なんか農業のスケジュールに関係してたらしいわ。それに合わせてんやん。そう、伝統的 なんか農業の時期に合わせて、子供たちを農作業に手伝わせるために、なるほどね。農作業が落ち着くのが9月頃やからみたいな。収穫終わったらみたいな。有力説らしい。そんなことやな。最初は。うん、外国が今までこんな農業に合わせてた古い制度なんかぶっ壊して4月入学にしようぜみたいな。っていう可能性もある。事故とかにできひんのかな、学校って。けどやっぱり学校っていうあの集団生活は貴重やと思うけどな。他では塾やってある程度の経済的な事情が同じぐらいのレベルの人が集まるやろうし。学校って言わんないろんな人がいる世界はなかなか経験できないんじゃん。ああ。だから、勉強以外は学校で、学校というか、その新たなコミュニティというか。学校の必要性としてその先のいろんな人と出会えるみたいなのあるやん。うん。でもいろんな人と出会えるのがなんで大事なのかってなる。いろんな気づきがある。気づきがあるのなんで、なんで必要なの考えると、結局協調性とかが育まれるから、育まれるんじゃあそういうのが必要になるかというと、集団生活に適応できる、ふうな、まあ確かに確かに。有利な利点やから、そういうふうな思うだけであるのよ、今の人たちは。お前、トヨタの就活受かんぞ。なぜなぜなぜ繰り返しているか。価値観が大幅に変わるから、そんな、なんていうのかな、今の価値観に喋れない。利点を。つまりだから9月入学は根本やね。そうやな、まあ、9月入学が目的というよりかは、その教育自体を丸ごと変える、まあ、一個の選択肢の一つとして、9月入学もありなんじゃないかっていう話かな。うん、まあ、ありかもしれない。だから、この9月からいきなり投入する。で、社会がアタハタしてぶっ壊れていくっていう。そう、まあ、一回壊して作り直すぐらいじゃないと変わらへんから。まあ、でも、今の、その、世代、巻き込まれる世代がかわいそうやけどね。確かに。かわいそうかな。受験の人とか。まあ、受験の、でも勉強する時間増えるやん。遅いねんな。そう。もう、多分その当事者が一番9月入学にしてほしいんちゃう。ああ。亡くなっちゃった学園祭ができるし、亡くなっちゃった修学旅行にも行けるし。そうなってくると、森山直太の桜がどうなるか問題もあるわな。ない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 。ない。よし、流せない問題。3月9日とかもわかんなもん。あいみょんのマリーゴールドが多分卒業の歌になるんちゃうかなって。ちょっと明るすぎるんちゃうかな。みんなで歌えへんの、ほんであれ。まあでも、夏がさ、8月が卒業式やとさ、夏の夕暮れが卒業式の夕暮れっていいよなっていいんかい。まとめようか。結論、一概には言えない。もう根底の問題は深すぎて手に負えない。すいません。教育、政治、価値観で、そこで必要になってくる政治というか、あれ、その議論してたらもう答え出へんから、ある程度のところで歯止めかけて、これがこの中でベストやろっていう決断をしていくのが政治やと思うんですよ。だから政治なんちゃう、やっぱ、うん、そこでより良い決断をしていくしかないから、うん、絶対最初は反対意見とか混乱生じるけども、そんなんしょうがないからって思うけどな。そこは政治がもう嫌われるのを覚悟して決めてほしいな。え、でも普通に
コロナ関係なくさ、オンライン化って絶対進むやん。うん。教師が教えるよりも。それもう議題になってくる。え？つながってくるくない？なんだっけ？9月入学とかに力、時間入れるんやったら、オンライン化はもうこの時期にバーッと進めた方が、将来的にはいいんかもしれん。まあ、どっちにしてもオンライン化はもうマストや。マスト絶対進めなあかんと思うけどな。そこの不平等があるから9月入学にしろって言うやん。それやったら今オンライン化に注力してそこの不平等なくす方がいいんじゃない？みんなに、まあ、教材配布し、パソコンとか配布してそこの不平等なくし。長期的に見たら、もしかしたらそっちの方がいいかもしれん。まあそうやな。IT とかを克服するためにオンラインをもっとパソコン一人一台とか導入するべきやと思うし、その9月入学とかっていうのは、またそれとは別の話で、両方やったらいいと思うけどな。まあなんか、多分やな、次元がこれ。そうやと思う。これね、一回整理して喋った方がいいね。じゃあそろそろ終了しますか。次は、人類の火星進出について話したいと思います。皆さん、よろしくお願いします。どうすんのよしゅう。さよなら。やば、オンライン会議って会議に参加してないのすぐバレるやん、これ。これ怖いな。いや。なんかさ、AI によってさ、数値がさ、ずっと出てるっていう。そういうことない。評価レベルが。将来ありそうやな。確かに。喋ってる度合いとか。そうそう、将来ありそうやな。会議にどれだけ貢献しているか率みたいなのが。ああ。